今日はね、取りこぼしを全部、拾うとは言わへんのかな、まあ、要は全部取っていく、集めていくっていう内容の配信をお送りしようかなと思っております。じゃあちょっとここ全然行ってないな。ボクセルバトル1、これから行くか。これの位置ってやってなかったのかな。さてさて、これは単純にね、倒せばいいのよね。忘れてた。こいつらほんま苦手やわ。近づいたら飛ぶんかな。終わるか。あ、まだか。はい、なるほど、これだけやったらな。これはあ、竜か。格闘界に行ける伝説。あ、多分竜やな。剣もおったもんね。住職っていう無職。まあそうやけど。お仲間一人とパズルピースが一つ。まだ取れてませんと。これでも、多分やけど、前と同じであれば、あれがいるんじゃない？ん？あ、ここもスピードアップできんねや。あ、やっぱり。ここさ、今、全部ガチャ回しててコイン持ってないけど、一回入ったところは、まあ、どうせ今変われへんけどさ、なんていうの？隠れてますよっていう要素を発見するレーダーが変えるんですけど、まあ、どうせ買うつもりはなかったんでいいんですけどね。ここにお仲間がいて、取り終えてるところはこの銀色でいいのかなのコインが回ってますよと。ちなみにそうそう、ご存知ない方いるかもしれないけど、これパラッパラッパーの、見た目に変えております。これ予約購入特典です。実際もあるよね、普通に最初やった時さ、普通に進んでて身についたやつは取ってるはずやから、変なとこに出るとかってそういうことよね、きっと。あ、でもそうか、順番的に一番最後のやつを見つけてないところか。あー、じゃあとりあえず進もうか。案外すごい目立つのを見逃してるだけかもしれんから、ここに取りこぼしがいてる？これ取ってるやろ？あー、どうなんやろ？意地悪な隠し方されてんのかな？これはだってただのコインでしょ？こいつら別に関係なくない。関係なくはないけど。ああ、こんなところに すげえ目立ったところにおるじゃん。見逃しただけか。じゃあ、じゃあもうあんま気にせず一旦進んだ方がいいのかもしんないね。じゃあ、あとなんや、パズルピースは揃ったからお仲間やな。お仲間一人。え、でもここゴールや。でも、あ、これか。なるほど。ん？違うな。こうか。よし。オッケー。あー、なるほどね。これは、ごめんなさいやな。見逃してるだけやわ、普通に。見逃してるだけとか、まあ、見逃してただけやな。はい。これで、ここは、じゃあ、完全クリアやな。うん、よし、これで金色の旗に変わるんじゃない。ほらほらほら、うん、やっぱあれやな、完全クリアしてたら金色に変わるな。うん、 OK。 じゃあ次は、ここが渦巻きのワープのやつもあるのか。
1、2、2匹、お仲間2人、お仲間2人とパズルピースは見つけてて、あとワープか。あ、そうそう、ほらさっきはね、あのさっきコイン全然なかったからおらんかったけど、これを200払って買うと、取り逃してるやつがあるところを思いっきり教えてくれるレーダーが出てくるんだけども、これはちょっとあまりにも味気なさすぎるので、一応ね、なしの方向で。まあないよな。まあまああるとしたらやっぱり真ん中やもんな。はっはっ、こいつを叩き割る、無理っぽい。割れへんな。はーい、うん、あ、そうか、これでこっちも割れるんじゃない。なるほど、ここでこれが、これ多分いってないわ。あー、おったおった。はい、よし、これであと1匹。もうなかったけど、これクリアやもんな。だからあんまり込み入った隠し方はしてないと思うんじゃが、これな、これでもさ、これだけの話やろ別に。なんもないもんね。こっからあっち側に行ったところで、うん、なんもねえっす。あ、わかったわ。ここや。なるほど、ここに降りるとこがあったんや。はい、降りました。いや、やっぱ見逃すもんやな。これででもお仲間は全部見つけたけど、あとワープポイントよ、あっちの、あー、なんかあそこのさ、エリカ、なんもなかったな。でも四角になってるとこになんかあるかなと思ったけど、じゃあさ、これやっぱりこのウェハースを全部抜いていく。あそこはパイプに乗ってもしゃあないし、ねえぜ。ちょっとわからん、同じとこずっともうあれやから、ちょっと見た目の絵柄を変えるためにもこっち行こう。2人やな。ちょっと待ってよ。2人の1人目は前半の方におるってことかな。これ必ずしも左から順番に並んでるかどうかは知らんけど。あ、ちょっと待ってよ。そっかそっか。もし順番による、順番に並んでるっていうことが、ちゃんとした法則として成り立っているのであれば、これが、お仲間がおったところなの、場所についてるから、これが一人目のはずよ。だから、この後、もう一回これが出てくるまでの間に、おるはずなんや。助けなあかんやつだね。あ、そう、壊れるかな。これさ、何気に引っ張ってなかった気がする。あー、もう出てこんじゃん、簡単に。こんなん見逃しとくなよな。
で、オッケーオッケー。これでいくと、次、3、4、5匹目か、3、4。さっきの、あのコインの、まずはコインの3個目4個目のところまで進もう。あれが4個目でええんかな。これがでも4個目だとして、ちょっと待って、1234、こっから6個目、次のコインが出てくるまでに例によっておるはず、お仲間が。こんなとこにでもおらんもんな。まあ、じゃあ進む。これは左側に行くってことやろ。あれやな、こっちこんなん来てないわ多分。ほらほらほら、ほんでパラッパラッパおるじゃん。これ乗ってええんかな、良さそう。おお、なんだい。ああ、これなんやろ、透明な床があるとかそういうこと。なるほど。はい、あれ、はい。今、たまたま偶然同じ格好してるけど、よし。これで、これで、じゃあ、OK か。ちょっと待って。OK やな。じゃあ、帰ろうか。これで、次。じゃあ、こうか。あ、そっか。サルゲッチョ一匹取ってないなっていう話はしてたわ。じゃあ行きましょう。あいつ、あいつを捕まえてないってこと？ちょっと待ってよ。あれ、ちょっと待って、あー違うわ。そうか、じゃあ全員出てくるんか。今の一匹目ってことやな。あー、おるわ。ドイツが捕まえてるやつでドイツが捕まえてへん猿かは分からへんわ。っていうことでもう分からんから全員捕まえよう。でももう慣れたもんよ、一回やってんだし。だっておー、スムーズ。よし、いつもな。よし、こいつ最初来た時すげえ苦労したのに余裕じゃん。あ、でやる。あ、パズルピースここにあるやんけ。で、サルもおるやんけ。おっしゃ、揃った。こう考えたら、やっぱめっちゃ見逃してるな。ん？あ、今のが取ってなかったサルってことか、ひょっとして。違うか？違う。これを、やつに当てて、はい。あれ？いい感じで？くそ。もう下にはおらんのかな？おるわ。で、レーダーのあれを忘れてたわ。あ、おったおったおった。出ました。猿の手を借りてでもレスキューっていうトロフィーが取れました。できる猿。猿大学を史跡で卒業や。
でじゃあ猿は全員 OK 捕まえた。パズルも終わったな。おっしゃ、じゃあ終わりや。とじゃあここやな、ここだけや。ワープの場所、ワープの場所ええか。あでもいるよな。どんな感じに隠されてるかを探るために200払う？参考のためにね、今後の。あでもどうしようかな。まあいいか、やってみようか。こうなりますっていうのをね、お見せしましょうよ。こいつが何の役にも立たへんかと思わして隠し要素があるところに近づくとなんか騒ぎ出します。うん、あやっぱあのオットセイか。やっぱこのオットセイなんや。どうしたらいいんやろ。でもこいつにできることは何もないんじゃ。豚か。でもこの豚で。であ、そうか、こっちまで来てもらってこうへんやん。あーこいつこっから出てこへんのか。なるほどね。そうか、確かに盲点やな。おっしゃ、でもこれで、でもさ、実際どう思う？こいつがおると、この200払ってこいつがおると全部これでもう分かっちゃうのよね、あの要素が。まあだから絶対詰まることはないって本当やねんけど。あ、引っ張るのか。よし、あでもこれで新エリアに行くんだ。なんとか銀河だこれ。失われた銀河の中のこれね。あ、そうか、こっちもあんねや、考えたら。うわ、なんか気色悪い。これが、あ、ここもパズルピースを1個見つけてないな。でこれがイケイケサイケ大洞窟。おっしゃ、行こう。ここは完全新エリアやな。新エリアってか、あの行ったことないとこやな、うん、ああしまった、ぼーっとしてたわ。ちなみに今11時か。なんかさ、ちょっと具体的にどこで何があるのか知らんねんけど、今日の、あ、だからあと1時間後のホテルやと思うねんけど、なんかね、ソニーが発表するのかな、なんかあんねんて、なんかイベント的なことが。で、それによると、あ、それによるとじゃないわ、なんかそこで、プレステ5プロの、お披露目っていうか発表が来るんじゃないか、あるんじゃないか、みたいなことがすげえ言われてて。バンパイアか、最強バンパイアハンター。はあ。あれかな？ドラキュラ、キャッスルバニアやったっけ？まあいいや。まあとにかくなんかあれよ、まあ発表って言ってもさ、
どういう発表か分かんないよ、発売日とか値段とかそこまで発表されるんやったらまあ値打ちあると思うけど、もう今更さ開発中ですとかそんな発表はいらんやん。てかもう開発はしてんねんから。まあ、でももしさ発表されてなんかいついつ発売、いついつあの値段がおいくら万円ですよみたいな話がね出たら、あの教えて、そのコメ欄に書き込んで。お、あれはでもこれちょっと待って、あっちもあるな。まあでもさっきこれやな。え、なんや、あ、これ、ん、これもう下になんかあるのか。おお、ここか。これね、ごめんなさいね、コントローラーのなんとかフィードバックってやつの帰りが一箇所だけ違うっていうやつなのよ。だから画面見てるだけやと絶対わかんないのよ、あのプレイしてる人じゃないと。で、あの場所が多分ランダムで変わるっぽいから、じゃあもうどうしようもないよねっていう。この下のこれやったっけ、やってないな多分。あ、おったおった。あれ ?3 人目か。じゃあ、見逃してるな。この前におったってこと?あの上におるんか。あ、そうかそうか。これやな。タケコプターがいる。ほっ。あ、これあの人じゃん、あの人ね。あ、違う違う人、ヤーナムの観光客なんや、あの人じゃないのか、わかんねえ。それでここになんかあんのかな。違うか。おお、さらに下がんのか。ん、なるほど。この下もおり、ああおるじゃん。誰ですかあなたは。伯爵っぽい。反逆のヴァンパイア貴公子、アドリアン・ファーレンハイツ・チェペッシュ。うん、この下はないんかな。あ、死ぬんか。じゃあこれでも変えるだけか。 OKOK。 ちょっと待ってよ。なるほど、よかった、後ろ振り返って。それじゃあどうしたらええ、これで上がってからこうか、届く、無理やな。あ、これで直で登れるんじゃない、無理かな。あ、お、この上やな。あ、いけるいける、おっしゃおっしゃ、ナイスキル。あれ、パズルピース出へんのちゃう、大丈夫。あ、クリアになってまいそう。いったんじゃあ、これはもう一回とりあえず今のところの
パズルピース1個目を探そう。この辺にもあるとか？あ、違うな。あれはでもコインやもんな。これは今回は頼らない。どうしてもになったら頼るけどね。ここって何やったっけ。あれやってないわ。そっかそっか、ここをさっきもう行っちゃったから、これや。オッケー、これで揃ったね。おっしゃ、じゃあ帰ろう。ここもやっとこうか。パズルピース、戻るエアダンサー。これどんな感じのとこやったっけ。2個目か。とりあえずパズルの1個目のところまではない、何も。あれ、よし、あれがパズルの1個目や。これね、違う、持っていかれたけど。あ、そっか。ん？これさ、ここ上がるんじゃなくて下にないか。でもなさそうやな。あー、ゴールしちゃう。っていうことは、あの UFO のやつが1個目で、これでもゴールやんな。あっちになんか行くんか。あ、もう死んじゃうんか。あ、こっ来たらもうゴールしかないんか。ちょっと待ってな、もう一回。二個目やんな。取れてないな、二個目。さっきのあれが一個目で、あの後にもう一個あるってことや。あれはもう取ってます。あそこか、右側か。あそこの旗立ってるとこ。あそこどうやって行くんやろ。その前にそもそもあれどうやって取ったんやろ。あ、ここにこれがあるのか。なるほど、これで、ああなるほど、これで取っただけか。多分あそこやな、あの赤い旗があって、なんか風緑みたいなのがあるところに行かなあかんねん、きっとな。とすると、まあいいや、できるかどうかわからんけど。これで、これちゃうな。これで、あ、まだ無理や。これで、これでさ、あ、違う違う、あ、絶対届かん。
そっか、これで、わかったわかった、これでよ。あ、でもいけそうやな。これで、真上じゃなくて、むずいな。こっちに、手前に外れる。違う。普通に飛ぶ分にはあっちに行かれへんから、むずいっす。ちょ待ってや、あれやで、こっちなんもないもんな他に。あかん、上に当たったら落ちてまうから、ジャンプボタンを使わずに。あかんな、違うな。だからどうしたらいいんやろ。これちょいジャンプとかできへんのか。あ、そっか、ここで。あかんわ。あー、上まで行ってもだ。むずいな。このやり方が合うてんのかどうかも分かれへんし。それでもほんまにあそこからしか無理なんかな。あそこに行きたいんよね。で、手前のところにまず降りればいけると思うねんけど、ひょっとすると、こっち側かもしれへんよね。っていうか、ひょっとすると、ここなんじゃねえの？あれ？よっしゃー！無駄なことをしてたけど危なかった。これ気づかんかったらえらいこっちゃったで。まあまあまあ。取れたんでね、よしですよ。うん、危ないとこやで。あ、これもパズルピースか。まあついでやから行っとこうか。ここってなんとなくしか覚えてへんな。パズルピースよね。あ、これが1個目か。2個しかないから、うん、じゃあこれの、あ、ほら、これの後のどこかにあるってことよね。あ、そうか、これか、バターンのやつや。これはでもだってあれやもんね、結局これでいってバタンとやってこれだけやもんな。あ、わかった、これや。合ってたんじゃないこれ。よっしゃー、今のところはなかなか冴えてたんじゃない？じゃあ、よし、ここは全部いけましたよと。いや、なんだかんだで時間かかるな。ゴリラんとこだけちゃう今んとこ。全部、オッケー。おっしゃ、わかった。ゴリゴリ銀河、制覇完了や。